ミニオンフードを満喫したいならここハピネスカフェです。入り口入ってすぐから楽しい雰囲気が溢れています。メニューはねミニオン一色でいろんなミニオンが食べることができます。キッズメニューもあるのでお子様も安心です。そしてスイーツがめちゃくちゃ可愛いミニオンフードになってます。そして大人気のドリンクはここだけの販売のものもあります。店内も楽しい色目がいっぱいあるので楽しいですよ。そしてミニオンがモニターにいっぱいいます。そしてカラフルな店内装飾がこれまた楽しくなってます。お食事やスイーツを注文するとドリンク飲み放題がついてきます。そしてドリンク飲み放題のメニューがホットアイスともにかなりの量がありまして、結構充実のドリンクバーになってます。これだけでも結構豪華です。バーガープレートです。メンチカツバーガー、フライドポテト、オニオンリング、サラダ、ドリンクバーのセットです。めちゃくちゃ大きいバーガーが目の前にやってきます。そしてフライドポテトも割と量多めでオニオンリングもついてます。そして早速開けてみるとすごい大きいんですけど、ちょっと分かりにくいので後でお伝えしますね。チーズも乗ってます。そしてサラダですね。サラダは結構コーンと人参と結構盛りだくさんに入ってるような感じです。ソースはこちらのあのオニオンリングとかのケチャップと、サラダはすりおろしオニオンです。こちらをかけてからシェイクして食べると美味しいです。そして見てください、このどでかいメンチカツ。こんなん何本あってもいいですもんね。フライドチキンプレートです。フライドチキン、かぼちゃとパプリカのマリネ、ライス、サラダ、コーンサラダ、ドリンクのセットです。1900円です。こちらのチキンもこれまためちゃくちゃ大きいんですよ。サラダは同じサラダがついてくるような形になります。そしてこちらのコーンチャウダーの入れ物がねミニオンになってて、めちゃくちゃ可愛くて、後ろも忘れずに見てみてくださいね。早速切っていきたいと思います。まずこの大きい大きいチキンからですね。ほんとナイフとフォークからの大きさ考えてみてください。めちゃくちゃ大きいんですよ。もうこれだけでね子供もテンション上がるかなという感じで、下からしかもね切るとミニオン出てくるんですよ。めちゃ可愛いでしょ。見てくださいこの大きさ、これは食べ応えありますよ。そしてパプリカとねかぼちゃのマリネですね。結構ねこれもそんなに子供苦手じゃなく、かぼちゃの甘みがあって食べやすいかなと思います。食べてみます。ナイフでそのままいきましたこれも結構甘みあって美味しかったですよ。ライスはお決まりのターメリックライスでしたね。このコーンチャウダーね結構ボリュームがあるというか、中が具沢山で、すくってもすくっても具が入ってくる感じで、結構これ豪華でしたね。美味しかったですよ。皆さんぜひお試ししてみてください。キーマカレープレートです。キーマカレー、ライス、サラダ、ドリンクバーです。さあ美味しそうなカレーがやってまいりました。結構ね皿いっぱいいっぱい入ってるんで、結構ね付け合わせなくても豪華ですね。そしてこのプルプル卵がとっても気になります。割っていきたいと思います。どんな感じかな。おー結構プルプルの半熟卵が上に乗ってます。結構豪華です。これは美味しかったですよ。そしてお皿がまたこれ可愛いミニオンなんですよね。見てくださってありがとうございます。チャンネル登録お待ちしてます。